はい、というわけで、第2回戦をやっていきましょう。メンバーが一新されて、うん、私だけ、残りました。負けません。今回は勝ちたいと思います。頑張れ制作者。頑張れ作者。ゲームに対する思いは誰よりも強いです。おどういう何宣言だ。やろう。俺は勝つって。勝つ勝つ勝ちたい。勝ちたいんじゃ。ゲリアと同じチームになりたいね。本当だ本当だ。それじゃあまずは自己紹介やっていきますか。はいはい、明日バイエルンです。終了。はい、私はコパンティンです。よろしくお願いいたします。おいらはカームクーヘンだ。あ、まあそう、もう、もうね、あとやるな。やりきれよ。お前やるんだったら。はい、うん、メリアン館長です。頑張ります。エコルフだ。仲間と協力していきたいと思う。石井くん、フリードだ。早速噛んでんじゃねえよ。石井くん、フリードだ。行くぞ、野郎ども。バカ野郎、クソ野郎。自分で意気揚々と決めてたのに、自分で噛んでんじゃないよ。バカ野郎、やるぞ、バカ野郎。はい。やかるじゃん。野郎ども。じゃあ、今回ね。波乱の予感がありますけど、これでやっていきましょうか。はい、やっていこう。やっていきましょう。やってやろうぜ。で、どうなの最近。最近潜水艦に乗った人。潜水艦に乗った人。はい、お、うん、お、イエローサブマリンじゃないんですけど、うん、サブウェイでサンドイッチを食べました。あー、ベッドじゃないか。サブウェイ、サブウェイ、いい加減にしろよ。地下鉄じゃん。まあいいよ、一番なんでもありなんだな、これ。作者がそれ言っていいってことなんでもありなんだな、バカ野郎、うん、よし、やろう。行きましょう。シークフリード、柄悪いな。じゃあ、やるよ、これで。ごめんね。聞かせていただきます。はい、はい、どうぞ、はい。一番引いて、とりあえず1枚伏せます。お、最初から。なるほどね。何を伏せたんだ、嫌いかな。こっち回りでいいんだよね、うん、では私が行きます。はい、バン。なるほどね、うん、なんだ。ふむ、うん、エフコルフは何を、うん、エコルフさんです。エコルフ、エコルフだよ。エフコルフって言うじゃん。エコルフっつったよ。エコルフ、名前覚えるところから始めます。緑の人。はーい、はい、おなんですかその反応。いや、エコルフなんなのそれ。緑、それだとしたらね、3人出たから今おかしい ね、ちょっと遅かった、うん、俺は不利なんだけど。どうなんすか。いや、俺は緑だね。うん、緑だよ。いや、誰も信用できない感じなんだよね。明日バイエルンも緑、うん、明日バイエルン的には緑、うん、まあ俺からしたらはっきりと敵が分かったからね。もう魚雷発射陣、もう撃つしかない。え、エコルフはそもそも緑だもん。緑ですよ。まあでも石が敵が分かったって、石イクフリードな、石イクフリードが敵が分かったって言ってるからね、うん、もう石イクフリードのところに魚雷を、うん、おっ、バーン、攻めるね。いきなり魚雷とは撃ってくるか。お、石フリードの手を。俺に撃ってくんの。ちょっとやめとけよ、もしかしたら味方かもしれねえじゃねえかよ、バカ野郎。今更言うなよ、お前敵がはっきりしたなんか、ちょっと待って、ガラ悪いの口調だけになってきて。ちょっと待てよ。もうちょっと考え直さない。もう撃たれてから、めめしいな。意外に、はい、もうちょっと考え直さない。魚雷を撃たれたんで、うん、黙って状況カード出しやがれ。はい、死にました。嘘。嘘だろ。あんなに優勢が良かったのに。こいつ口だけだ。石井くん、古いぞ。海の木屑じゃねえかよ。出落ちじゃないか。一番なんか立派な軍人さんなのにもう死んじゃう。死ぬなら早死ねえ
満席カードをオープンで返して、青でしたー手札を伏せて、あらまあ、いきなり何しに来たんだよ沈みに来たじゃん、バカ野郎ただの酔っ払いだなさーて日の先の二周って俺もう喋るしかねえからな、うん、俺は喋るぞ、賑やかしい、賑やかしてください、せっかく来たんだな、ね、沈めたら何かもらったりですか、そうです、そうそう、沈めた人がご褒美としてもう一回手番をやり直せます。あ、なるほど。じゃあエコルフがのところからも引けるし、山札からも引けるし。なんか一心のところから引いてみよう。一心クフリード。一心クフリードのところからも引けるし。勝利条件を満たすカードがね1枚入ってるよ。お、情報を言ってきた。なるほど。盛り上げよう。盛り上げるよ少し。ちょっとね、俺半べそを書いてしまった。泣くな。だって悪くないですよ、だって。いきなりな。何もできなかったんだよ。何かする前に殺されちゃったんだから、もうどうしようもなかったじゃん。しょうがない、しょうがない。しょうがない。いや、悪いことした。いや、いいよ、いいよ。頑張やろうやろう。やろう。盛り上げよう。盛り上げよう。魚雷を伏せて、とりあえず回収します、はい、俺にとどめを刺した、出せるからね引いたら出さないと、またそれでお前は戦果を広げるつもりか、どうしよう、では私は、とりあえずね、我々は緑宣言をしてるわけですから、ね、うんうん、これを伏せますね、お、はい、なるほど、バランスと違い今9になりました、うん、はい、口は災いのもと、で、イシークフリードいないから、うん、取る、うん、取って、うん、そっちから取ってもいいんだよね、そう、山札からでも、うん、場に伏せてある裏向きのカードから、勝利条件満たすカード1枚入ってるよ、そればっかりだなよし、これだ、真ん中のイシークフリードの心臓とも言える、うん、この部分を、はい、心臓でした、そうだな、なんかカスカスの心臓だった、おい言ってくれるじゃないか、死にに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 、じゃあそうですね、私目は節言をしましょう、お、はい、節言、はい、このカードを、2位のプレイヤーの手札を2枚奪う、うん、そして自分の手札に加え自分の手札を2枚そのプレイヤーに返す、うん、というわけで、ここは原作者のメリアン、はい、メリアン、ちょっと攻めてみたいかなと思います、はい、ではこうやって出しますね、お好きなのをお選びください、化石カードも含めてますよね、はい、はい、ちょっとそれ印つけた方がいいですか、え、あ、いいや、やめとこう、それはそういうルールがあるんだ、いや、印というかそのぴょこっとこう1枚出しとこうかとかっていう話、完璧アピール、完璧アピールしますか、メリアンもな、素直だからな、いや、いいよ、フラットに行こう、フラットに、フラットに、じゃあフラットにどうぞ、うん、心臓引っこ抜いちゃいました、うん、うん、そうですね、カスカス、はあ、はい、はい、まあ、カスカスだった、あれちょっと、あ、そうですね、まあ、あ、大丈夫です、大丈夫です、え、カスカスですねカスカスって何だカスカスですね、あ、そうしましたらどうせ帰ってくるんでしょ、カスカスだから、そうですね、ぐさぐさだよ、そうですね、じゃあ私は星垣みてえなそうですね、星垣美味しいぞ、そうしましょうかね、じゃあカスカスな、そんな学級委員長みたいなね、人に言われる、うん、うん、はいはい、はい、うん、戻ってきました2枚、これで、はい、はい、行ってこいで、行ってこいで、よし、またの機会、また会おう、また会おう、メリアン、それじゃあ私の番だな、いざ大海原へ、うい、おー、海賊っぽいな、海賊じゃねえぞ海賊じゃないじゃあそうだな、とりあえずもう敵味方はなんとなくはっきりしてるわけだから、敵って言われた、いや敵味方、うん、まあとりあえずどっちかが味方っていうことはまあもう確実で、まあこういうなんかさらっとしたところに出るから本性の人、よし、
カーブクーヘンに魚雷を発射します。どうしよう落ちるんじゃねえか。どうしよう落ちちゃう。石クフリード、石クフリード、ローデンバカ野郎嫌がらせだなお前、はい、あのメガネ割りてえ残念まだまだ俺は戦えるようだ。いいだろう。じゃあね、このクーヘンは一番引くからね間違いないね。なんか要素持ったんだけど、まあいいよまあそこからでもどこからでも、はいはい、いきます。大海原へ出航。いいカードをいただいた。じゃあ私はですね、伏せて出します。おー、はい、なるほどね。髪何色なの。いやもう言ってもいい、もうみんな言ってもいいんじゃないですか。だってもう緑でしょ。うん、緑3人だよ。うん、あ、変更なし、変更なし。あ、もちろん。本当に緑ですか。もう超こっちは確実に嘘をついてる。いやどこがやっぱうさんくさいですか。コパンチン緑。何？コパンチン緑。緑だよ。まあめんどくさかったコパンチン。コパンチン大事なところだから。コパンチンって言わないでくれ。コパンチンだから。せめて俺が言うならわかるけど、もういきなり女の子がコパンチンって言ったらちょっと。そうだよ。コパン。俺は緑だ。結構気にしてんだから。当たり前だ。次俺の名前間違えたやつがいたらぶっ放すからな。ぶっ放せ。二度と間違えんじゃん。おいよ。そうやって味方を裏切るフラグを立ってる。石クフリードはいくら言ってもね、どうってことないですね。なんで。いやコパンチンっていくら言ってもね、別にぶっ放されてもね、どうってことないからね。てめえ。ああ、俺言っちゃった。俺の名前をいじるな。早くやりたいよ。誰の番。俺の番です。すいません。はい、石クフリードからのやつから一つもらいます。一番奥のもらいます。はい、どうぞどうぞ。一番奥のもらいます。よしよし、まあマシなのが来たってとこかな。石井くんって結構カスカスだったんじゃないかな。カスカスじゃないよ。じゃあ石井くんフリードのカード、もらったカード雪原を買います。おどこに。でコパンティンを、君のカードを2枚もらいたい。いいだろう。おー、太っ腹。シャッフルする系ね。いいよ、運に任せようじゃないか。運に任せられよう。運に任せる割には結構切ってる。もちろん。さあ、好きなカードを2枚選びなさい。じゃあ一番端っこを2枚もらって、おっしょおっしょおっしょまあまあの来た。で、いらないやつ。カード引いた。いや、それは引いてない。引いてないか、うん、これはまずいらない、うん、で、これもいらない、うんうん、で、これを返す。あー、なるほどね。まあ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 、いいだろ、うん、あ、じゃあいい取引で、うん、これいらないかな、うん、で、終了。さっきカームクーヘンがこの山引いていいの来たって言ってたから。俺引いてないよ。俺は引いてないよ、うん、え、これ、え、何の記憶。イジークフリードのところから引いたのはアシタバイエルンとメリアン、メリアン、うん、そうか、うん、大丈夫、計算間違った。大丈夫、エコルフはちょっと頭が弱いんだ。あー、そうなの。そう、仕方ない。エコルフ記憶が3秒しか持たないから。そうなんだよ。じゃあね、じゃあね、あのね、あいつやっちゃえばいいじゃん。僕これとりあえずこいつはもう間違いなく敵だし。うるせえから。こいつは敵だけど、うん、じゃあ明日バイエルン、なんだね、君に雪原させてもらおう。おし、来い、どんどん来い、好きに来い。2枚2枚。何が出るかな。もう出てる。そう、反則カード見たいな。見ないよ見ないよ。うくざくこは。そっちか、まあまあなんだけどな。
そう来たか。完成カードはなかったのか。入ってなかった。なかった。この時点で私のそうだな、本当に緑、本当に緑、本当に緑だったらいいものあげるよ。おい、何をもって信用する。それは俺を信用しないってことだろ。そうだよね。あ、そうなんだ。コパンティの信用してないってのか。参った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 よ。なんなんだよ。早く出せよ。参ったな、どうしようかな、何返そうかな。一番参ったの俺だよ。もう石工フリーだ、マジで何にも言わねえもん。これにしよう、いいことあるかもしんない。ターンを回ってくる前に沈むって。それがまあ潜水艦なんですよ。そうだね、戦場に出てくる限りな、一発で沈んじゃう可能性もあると思う、うん、はい、ではでは引かせてもらいます。はほう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 、うん、索敵。うん、索敵、誰のカードを3枚確認、手札を3枚確認する。うん、はい、うん、ほう、どなたの、もしくは任意のプレイヤーの場に伏せられたカードを全て確認する、うん、ちょっと今気になってんのがカムイさんかな。うん、3枚確認しましょう。はい、カームクヘンですかね。カームクヘン、あ、カームクヘン、カームクヘン、なんかちょっと名前覚えてない人はなんかね、ちょっとなんか罰ゲームとかっていうことにしない。ほーどんな罰ゲームが。ほーコーラ一気飲みとかさ。やだよ。ほー、なるほど、まあ、とりあえずあなたとは多分仲良くはないと思う、うん、カムイを見るメリットっていうのはなんか、うん、あんまない。だから見たがるってことは自分の味方を探してるってことでしょ。なるほどね、確実にそうで、見る必要ないだろ、緑だったら。言うけど青です。はい、おちょい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 カムクーヘン、お前ちょいちょいちょい、カムクーヘンが青だってことはなんとなく透けてたぜ。いやいやいや、君はバカだな。え、君は全然あれだな、なんか流されちゃってるな。じゃあ透けてないぜ。いや自分の意思をはっきりしてくれよ。流されちゃったので。ブレるんじゃないよ。悪いけど俺に対して嘘をみんなにふっかけるのはもうあれですよ、賢くないですよ。俺はもう小裸に彼女の発言は嘘だと主張したい。ここここここ。ちなみにここさっき、索敵をなんでするのかっていう話だったんだけど、索敵をすることで相手に勝利条件のカードがあるかどうかの確認をしたかった。うん、うんうん、まあでもそれしかないよね。なるほどな。いや俺はだからバイエルンのそのチームは知らないけど。知らないんだけど、その少なくとも俺は青ではない。じゃあ何色なの。黄色。黄色、うん、はあ、それは間違いなく。間違いない。アシタバイエルンが青って嘘ついてるの。そう。はあ、アシタバイエルン、誰にも言えるよね。アシタバイエルンは俺のことを、カムクーヘン沈めたらわかるやん。せやな。だったそのインタブラ。だからちゃっちゃかちゃっちゃか、もうね、敵と分かってるやつは沈めりゃいいんだよ。沈めなきゃ。あなたが俺のこと敵だと思ったのは俺がバカにしたからでしょ。いや色じゃないでしょ。色もあるよ。もう緑緑緑っつって出てんだから、あとその他の色しかねえじゃろ。ああまあそういう意味ではね、うん、ならまあいいけどさ。いやでもこの人は多分自分も青じゃないわけでしょ。いや意外と青か青か、青塗りして自分が青だと悟られないようにしてるんじゃないの。あ、それでしょう。回りくどいことを、ね、じゃああなた青だよ。そうなるね。俺は黄色であなた青だから敵同士だよ。敵同士。こことこことここはもう三つの思いだな。手番を回してもいいかな。はい、いいよ。はい、よし。ベリアさん黄色でしょ。そう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 決まったな。なるほどな。ほぼ色が見えるまで、うん。よし。先行。このカードは自分の場に公開できる。次の手番が訪れるまでいかなるカードの効果も私には受け付けない。ああ、潜っちゃった。そうだ、とりあえず潜って。潜っちゃった。今は魚雷も何もないからな。終了だ。え？ああ、そこだ。そうだ。はい。カラムクーヘンの出番。はい。久しぶりだな。で、ちょっと相談なんだけど。はい。勝つ
見込みはある？俺ね、いやあのね、チームとしての勝利はちょっとまだ見えない、全く見えない、少し全くではない、ちょっとはある、ちょっとはある、うん、俺もちょっとはあるんだ。え、俺渡す？ね、いやどうだろう、でもなんか1枚しかない、勝利条件を満たすカードが。どっちかっていうとね、まあ何持ってる、 ぶっちゃけすぎかもしれないけど、その俺は自力の裏切り勝利とかの方がまだ近い。ああ、うん、裏切り勝利って言うなよお前。いやだからの方が近いから、それはチームとして勝つんだったらもうとっととその状態を崩してメディアに差し上げるよっていうことよ。分かった、じゃあちょっと様子を見るわ。なんで急にちょっとなんかだって俺ちょっとよそよそしくなったでしょ。二度と裏切られたくないもん。いや裏切るつもりはトラウマがあるからな。俺はちゃんとチームとして建設的な話をするためにわざとそういうことを言ったので、うんうん、別に俺いつでも先置いてっちゃうよみたいなことはない。全然だから青だから別に裏切り勝利でも大丈夫なわけじゃん。いや、だからこの人は信じない、うん、俺はもうどこまでもね、進掘り詰めて話してるから。分かった、ただ俺もまだちょっと勝ち筋が見えないから。なるほど、そうか、じゃあよかった、もう少し様子を見るしかないのか。じゃあ分かった、じゃああはよくば2,3に沈めてからの話でもいいのかなと。じゃあ2,3に沈める、そんなこと言いやがるね。沈める力を持ってるって、ちょっと あそこ先に潰した方がいいな。あのね、さっきのね、雪原がなんかの時にね、魚雷は一発持ってかれてんだよ俺。そうね、だから確実に一発は持ってるから。うん、準備は万端ってことだね。関空編沈めてみようってば。そんな力がお前らにあるとでも。いや俺の番だよね、そういえばね。そう、はい、忘れた。うん、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 なんだよ、ふわっとすんなよ。まあとりあえず伏せて出します。今はあ、うん、6年魚雷とそのバラスト値が、バラスト値が、そうそうそう、伏せておきました、はい、で全然余裕なのか。さあメリアン、誰を爆撃する？抗議しちゃう？そうだな、そろそろ行くでしょう。そんなこと言ってるやついるよ。メリアンカード引かないの？引きます。引いてそこから引きまして、どうしよう、何もなくなっちゃったね。何もなくなっちゃった、いた痕跡が、うん、あ、石井クフリード、もう今後石井クフリードのもとにちょっと盛り上げるっていう仕事ちゃんとしてくださいよ。はもう死んじゃったんだから喧嘩はやめて楽しくゲームしようよ